谷落としという形で公式のジャッジ決まり技が判定されました。第一試合場で60キロ階級準決勝戦の試合を行います。白、青木大選手、ハーフ24、青、小川選手、朝日課生、審判、山口審。続きまして第二試合場準決勝はオリンピックチャンピオン阿部一二三選手が登場します。白の柔道、対しますは自衛隊体育学校所属、青の柔道着、内村航輝選手。先ほど見事な大外返しで昨年2位の藤坂大光選手を破ってこの準決勝に勝ち上がってきました。阿部選手の本日2戦目、では両者ともに右組み相四つです。阿部選手としては右相四つは得意な組手、内村選手に理想的攻撃で指導が一つ与えられました。開始15秒経ったところ、内村選手が阿部選手の引き手の袖を掴んだまま前へ出て、阿部選手コーナーに詰まる形になりました。そうですね。これ以上下がれません。一本強い投げで展開を切って待て。内村選手、今のシーンで一回自分が攻めて終わりたかったところですね。あそこまで追い詰めたのに最終的には阿部選手の技で展開が終わってしまいました。はい、阿部選手からの指ですか、出血があったようで一旦止血のために試合が止まります。現在阿部選手の指からの出血、血を止めるために試合が止まっている状況です。失礼しました。顔からの出血ですね。第1試合場、ただいまの試合、青、古賀元気選手の一本勝ち、決まり方は小内刈り、試合時間2分3秒でした。第1試合場で阿部選手が畳に戻ってまいりました。試合時間は38秒が経過したところ、阿部選手は相四の場合左手を先に袖持ちたいところなんですけれども、内村選手十分分かっていてなかなかこれが持てない。そうですね、今内村選手ここで一つ打っておきたいところですが、はい、逆に内村選手の方が引き手で袖をうまく持って、はい、コーナーまで押し込んで阿部選手を伏せさせました。阿部選手なかなか引き手の袖が持てない。そうですね、この1分少しの時間は内村選手がやや組手で優勢かなというところです。阿部選手が一番好きな形は左手で袖を一方的に持って右手がフリーの状態なんですけど、なかなかその状態にならない。そうですね、鏡合わせに内村選手が先に引き手で袖を持ってしまっているというような状況が続いています。左がやはりなかなか持てない。阿部選手直接体を抱きに行って力を伝えられるところを作ったんですが、内村選手早々に嫌って潰れました。あのまま待つよりは潰れた方が良いという判断。内村選手先に引き手で袖を持って共に投げ、阿部選手好きな形がなかなか作れませんね。そうですね、あの内村選手も持っても
阿部選手に引き手を持たれることは恐ろしいことから、もう早めに不十分でも攻撃しているというのは今までの巴投げのかけ方かなと思います。スコア的には内村選手に指導1が与えられて阿部選手有利なんですけど、なかなか阿部選手が自分の柔道をできない状態。阿部選手の攻めの起点の左手袖がなかなか持てません。左手で袖を掴みたい。まあ、引っかかっ やはりいい形になりかかると内村選手シャニムに離れます。そうですね、もう起点が阿部選手の引き手だということをよく分かっている身体ですね、はいはい、もう柔道着を触らせないくらいの、はい、徹底ぶりですね。やはりしかしここまで嫌うと内村選手の方に指導がいきます。指導2つ積み重なりました。同じやり方を続けていては時間は使えるけれどもちょっと勝ち目は薄いですね。そうですね、一つ違う展開方向性の展開を持ち込みたいと、はい、どうしてもこの守備的になってしまって、はい、どんだけうまくいってもイーブンのところまでしかいかないっていうのがですね、はい、今の戦略ですね。上腕を抱えたところから内村選手が左方向へ肩車ですが、阿部選手が崩れずにさばいています。コーチ狩り、あのコーチ狩りが2021年から阿部選手が持ち込んだ非常にうまい新たな技。そこから片手の右背負い投げにつないでいきました、はい、阿部選手このターンでもう一回攻め込んで指導っていうゴールも考えてはいると思います。やはり片手の袖釣り込み腰に行きました。これはさすがに柔道着が手につかず内村選手が寝技で攻め返すことになってます。待てがかかって残り時間は9秒。内村選手が引き手で立り手で奥を持ったところでブザーが鳴りまして本戦4分間が終了。ゴールデンスコアの延長戦となりました。指導差 2-0 でスコア的には阿部選手が圧倒的なリードです、はい、引き手、襟肩、空襟の背負い投げ、うん、投げ切れないがもう1回、うん、これで決まりますかね。そうですね、決まると思います。阿部選手もそれを承知した上で強引に攻撃しているのですね。あ、もう一回見ますね。片襟技だということもあったのでしょうか、はい、阿部選手も前半戦とは戦略を変えてもう袖を取ることは一旦やめてですね、はい、襟で勝負して今袖を持ったんですけどやはり内村選手指導2を背負ってても激しく嫌います。両方袖から小袖狩り、ちょっとバランスを取りきれずに危機回避的に潰れました。阿部選手意識的に自分で技を切りました。阿部選手引き手襟外して飾りの背負い投げを狙う、大袖狩りだ。襟から先ほど背負い投げを打ったのと同じ形で今度は後ろ方向への大外刈り、はい、これで決まるでしょう。決まるでしょう。消極的試合姿勢の指導が内村選手に当たりました。スコア的には 3-0、 指導差 3-0 で阿部選手の圧勝ということになります。阿部選手無事に決勝進出を決めたという一番でした、はい。一番いいところが持てなくてもやはり戦い方がの骨が太いですね。そうですね。谷本さんいかがですか。技数大切になってくると思うんですけど、その一つ一つがしっかりと重みのあるしっかりとかけきる技をかけているところがさすがだなというふうに見ていました、ね、手数が必要な場面ですが2回放った片襟の背負い投げも大外刈りも明らかに投げに行った技です。そうですね、それも打点高く、はい、
あれでは審判は